今日は前回の話の続きをしますね。馬タンを当てるのがすごく難しいんです。何があるかわからないのが競馬です。ほんの少しスタートのタイミングがずれたり、隣の馬さんとぶつかったり、枠順っていう並び順やその時の競馬場のコンディションなどの影響で有利不利が出たりする。めっちゃ強い馬さんでさえ一着になれないことがある。だから馬タンって当てるのがすごく難しいんです。難しい方が当たった時の喜びも、あと配当も大きいけど、そしたら初勝利が遠のいちゃいます。私が競馬を始めて初めて馬券を買ったのがこの2018年12月23日。それから競馬を勉強して初めて当たったのが2019年9月29日です。10ヶ月かかりました。私の潜在意識のどこやプログラムが作動して、才能ないからどうせ当たらないっていう思いに何度も駆られて何度も落ち込みました。でも先生と競馬の話をしてるとすごく楽しくなって、すごく元気になったんです。知れば知るほど大好きになって、もう大好きな馬さんを追いかけて競馬場に行くほどになりました。話がそれましたが、病的真面目を治すために簡単すぎず負けすぎない馬連がちょうどよかったんです。競馬を覚えるためにも最適でした。もしずっと私の YouTube を聞いてくれていて、そろそろ馬券買ってみようかなって思っているあなた、100円から買えます。今年の有馬記念は12月26日です。3年前の私のように有馬記念デビューしてみませんか？今回はこれで終わりますね。また来ますね。